岩優太誕生祭り2024。シブツの超推し活点でファン熱狂。岸優太くんの誕生日、ファンが作る奇跡。渋ブツタオラワタワーレコードイベントレポ。岸優太くんの誕生日、ファンが作った感動の祭壇。9月の終わりが近づくと、多くの岸優太ファンが心待ちにしている一大イベント、彼の誕生日が訪れます。2024年。 彼の29回目の誕生日を祝うこの特別な日も、例外なく全国各地でさまざまなファンによる催しや企画が行われ、特に注目を集めたのが渋ブタ、渋谷トゥタでの、超推し活展や、浦和のタワーレコードによるイベントでした。これらの場所では、彼の誕生日を祝うために多くのファンが集い、そこに広がる熱気と愛情はまさに圧巻でした。渋ブタでは、特に印象的だったのが、 岸優太のために用意された誕生日祭壇です。紫色を基調とした装飾が施され、ファンからのメッセージが壁一面に掲示されていました。紫は岸くんのメンバーカラーとしてファンの間ではおなじみであり、祭壇全体がその象徴色で美しく彩られていました。そこに集まったファンたちは、彼への愛情をメッセージカードや贈り物に託し、その思いを共有し合いました。このような場が提供されることで、 普段は顔を合わせることのないファン同士も、一瞬で打ち解け、友情が芽生える瞬間が多々見られました。あるファンは、岸くんの誕生日をきっかけに、昔からの友達のような感覚で話ができる仲間ができたと話しており、ファン同士の絆が強まる瞬間を見せてくれました。浦和のタワーレコードでも、彼の誕生日を祝うイベントが行われていました。店内には、ナンバーアンダーライン愛と呼ばれる特設コーナーが設置され、 岸君の写真やサイン入りポスターが展示されていました。さらに、フリーペーパーの配布や、過去に展示されていたフォトスポットの再設置も行われ、多くのファンが訪れました。ファンたちはそれぞれの思いを胸に、写真を撮り、メッセージを書き残すことで、岸君への感謝と愛情を表現していました。特に印象的だったのは、ファンの一人が豆食師を持参し、勇気を出して他のファンに話しかけ、 そこでで新しいい友達を作ったというエピソードです彼女はその瞬間を楽しかったと振り返り、その場で生まれた新しい友情の輪が、イベントの楽しさを一層引き立てました。しかし、こうしたファンイベントは単なる祝いの場であるだけでなく、ファンが自己表現し、他者とつながるための貴重な機会でもあります。特に、岸くんの誕生日という一大イベントを通して、 普段は遠く離れた場所に住むファン同士が一つの場所に集い、共通の話題を共有できることは、非常に特別な体験です。SNS 上でも、多くのファンが、ハッシュタグ #KC-HBD アンンダーライや、ハッシュタグがん幽体誕生まつり2024といったハッシュタグを使って、彼への思いやイベントの様子を発信しています。これにより、物理的に参加できなかったファンも、 遠くからその熱気や興奮を感じ取ることができ、まるでその場にいるかのような一体感を味わっています。また、このようなイベントを通して、ファン同士のコミュニティがより強固になっていく様子も見られます。例えば、浦和店で配布されたフリーペーパーには、騎士くんに関する情報やエピソードが豊富に掲載されており、これをきっかけに新たなファンが生まれたり、既存のファンがさらに深く騎士くんを知るきっかけとなっています。 このようなファン同士の情報交換や共感は、アイドルとファンの関係を超えて、より広範なコミュニティとして機能していることを示しています。このようなファン活動は、ただ彼の誕生日を祝うだけでなく、彼の成長を共に喜び、彼が今後も活躍し続けることを願う気持ちの表れでもあります。岸優太はこれまでにも数々の舞台や映画、テレビドラマで輝かしい活躍を見せてきましたが、 ファンはその一瞬一瞬を大切に見守り続けています。彼の成功は、もちろん彼自身の努力によるものですが、その背後には、彼を支え続けるファンの存在があることも忘れてはなりません。彼がどれほど忙しくても、ファンは彼を待ち続け、応援し続けることで、彼の背中を押し続けてきたのです。さらに、今年の誕生日イベントでは、彼の新しいアルバムの発売も重なり、 ファンにとってはまさにダブルでお祝いをする機会となりました。アルバム発売を記念して、特定の店舗では限定フリーペーパーが配布され、多くのファンが手に取りました。岸君の音楽活動は、彼の俳優としての一面とはまた異なる魅力を引き出しており、彼の多彩さにファンたちは再び魅了されています。このアルバムの発売は、彼のアーティストとしての新たな挑戦でもあり、 今後の彼の彼音楽活動に対すす。る期待が一層高ままっていますただし、こうしたファンイベントの盛り上がりの中で、いくつかの課題も見えてきました。例えば、イベントが混雑しすぎて写真を撮るのに長い時間を要したり、特定の商品やグッズがすぐに売り切れてしまったりといった問題です。これらは、特に大規模なファンイベントでは避けられない課題ではありますが、これからのイベント運営においては、 よりスムーズで快適な参加環境を提供するための工夫が求められるでしょう。例えば、オンラインでの事前予約や、仮想空間を利用したイベント体験など、テクノロジーを活用した新しい取り組みが期待されます。岸優太の誕生日を祝うこの特別な時間は、彼自身にとっても、ファンにとっても、非常に意味深いものです。29歳を迎える彼の今後の活躍に期待が集まる中で、 ファンたちは引き続き彼を応援し続け、その成功を共に喜び、分かち合っていくでしょう。彼がどんな未来を切り開いていくのか、その歩みを見守り、応援し続けるファンたちとの絆は、今後もますます強くなっていくことでしょう。そして、このようなファンイベントは、その絆をさらに深める重要な場であり続けます。ファンたちが共に祝う誕生日という特別な瞬間は、 アイドルとファンの間にある強い絆を象徴しています。岸優太とファンの関係は、単なる一方通行の応援ではなく、相互に影響し合う特別な絆に発展しています。彼の演技や音楽に感動を覚えたファンは、その思いをメッセージやプレゼント、イベントでの参加を通じて伝え、それが岩優太の活動へのさらなるモチベーションとなっています。一方で、ファンからの愛情を受け取った岸優太は、 その期待に応えるべく、より一層の努力を重ねる。まさに、彼とファンの間には、強い信頼と絆が築かれているのです。このようなファンとの関係は、特に日本のアイドル文化において顕著であり、岸優太もその例外ではありません。ファンは、彼の一挙手一投足に注目し、彼が出演するドラマや映画、バラエティ番組の隅々までチェックします。彼の活躍を見るたびに、 ファンは自分たちの応援が少しでも彼の支えになっているのだと実感し、さらに彼への応援の熱意を高めるのです。実際、SNS 上での反応や、イベントでの熱狂ぶりからもわかるように、ファンたちは彼の成功を自分自身の喜びと感じ、まるで一緒に歩んでいるかのような一体感を持っています。岸優太の誕生日を祝うイベントが、ただの推し活をし応援するアイドルやアーティストを指す言葉ではなく、 コミュニティととしてての機能を持っていることも見逃せませまんファンたちが集まる場では、新しい出会いが生まれ、共通の話題を通じて深い友情が芽生えることも珍しくありません。彼を中心に生まれたファンコミュニティは、単に岸君を応援するだけでなく、ファン同士が支え合い、共感し合う場所でもあります。特に、SNS やイベントを通じてファン同士がつながり、時にはオフラインでも交流が続くことが多くあります。 あるファンは、岸優太を応援しているうちに、同じ趣味を持つ友達がたくさんできた、と話し、岸優太を通じた人間関係の広がりを楽しんでいることがうかがえます。ファン活動というのは、単なるアイドルへの一方的な感情表現ではなく、時には自己表現の手段でもあります。イベントで手作りのメッセージカードを作成したり、独自のアートや写真を SNS でシェアするなど、 ファンはガン優太への愛情を自分なりのクリエイティブな方法で表現します。こうした創造的な活動は、ファンの間での交流を促進し、コミュニティ全体をさらに豊かにしているのです。これによって、岸優太の誕生日イベントはただの祝賀行事を超えて、彼とファンとの間に新しい対話や創造の場を提供していると言えます。岸優太自身も、ファンからのこうした愛情表現を非常に大切にしています。 彼はインタビューや舞台挨拶でたびたび、ファンの支えがどれほど自分にとって重要であるかを語り、感謝の言葉を述べています。彼の言葉からは、単なるアイドルとしてのファンとの距離感ではなく、心から感謝している姿勢が伝わってきます。彼にとって、ファンの応援は単に数の力ではなく、個々の思いが集まって自分を動かしているという実感があるのでしょう。だからこそ、彼は一人一人のファンの声に耳を傾け、 その期待に依頼えようと全力を尽くしています。